こんにちは、こなすちゃんです。今日は同志社大学の今出川キャンパスに来てます。で、本当はここのね、ハリス理化学館同志社ギャラリーっていうところに行きたかったんですけど、ここ入れるんですけどね、中に。今日はお休みでした。また後で来てみたいと思います。こんな感じです。ちょうどね、今梅が咲いてるんですけど、ここ裏に行ってみようかな。裏側行けるのかな。行けそうやね。うん、行ってみよう。でもすごいよね、やっぱりね。頑丈にできてるよ。本当にすごいね。直してるのかな。でも直してなさっぽいけど、なさそうな気もするよね。なんかほら、やっぱり下までなんか結構、下まで結構あれだよね。あー、すごい。ちょっとずつハゲちゃうよね。ここは何だったんだろう、これ。新しくなんか埋めちゃってるよね。新しいね、壁にしちゃってるよね。でもこれやっぱりもう一個下にありそうだよね、なんか、このなんかこっから下が、埋まってるよね、これね、多分ね、埋まってる感じ、これはちょっと見えなくなっちゃった。ああ、本当だね。本当だね。広いよ、ここ。大きいよ、なんか。ね、裏に回ったらなんか大きい感じするよね。表で見るよりも。重要風だ。そうそう。ここは裏側の。なんかでもこの下もちょっとレンガっぽいよね。このどう？ちょっとなんか赤い感じするけど、赤い感じするね。ね、やっぱりなんか埋まってる感じですね、やっぱりね。なんかここに来たらちょっとなんか外国に来た感じするよね。全部この建物で、なんかこんだけ建物あるから、もう、ね、これは何でしょう。お名前は何て読むんですか。何て読むんだろう、わかんない。エン・ドンジュ、コリアの民族詩人、キリスト教詩人であるとしたね。これは詩を書いてあるだけ。詩を書いてるのかな。
え、ここなんでこんな韓国？思わない。もしかしてね、創始者が違うから。わかんない、わかんない。なんでだろう。韓国の旗まである。じゃこれをこっちに入れて、すごいな、なんかねすごいですね、やっぱりね。ここまで来たらこんな感じでね、次々とね赤レンガのね建物があります。でここあ、本当だ、ここね、まだありますよ。まだあります。じゃあ次に行きたいと思います。